ニコちゃんお迎えありがとう。いいのよ。それより悪いわね。わざわざ来てもらっちゃって。気にしないで。ココロちゃんたちのためだもん。私も楽しみにしてたんだ。この前、望遠鏡で月を見たじゃない？その話をしたら、すっごく興味を持っちゃってね。どうしても見たいって聞かなくて。でもわかるな、その気持ち。私も子供の頃、すっごく憧れたもん。持ってくるの大変だったでしょう。私が持つわ。ありがとう。でも、重いよ。これくらい平気って、本当に重い。あんた、よく一人で持ってきたわね。鍛えてるからね。これくらいへっちゃら。さすがね。やっぱり私が持つよ。半分にしましょう。それが一番いいわ。オッケー。それで、ココロちゃんたちは今、家？買い物に行ってもらってるわ。みんなが星を見ている間に、私がご飯を用意しようと思ってね。ニコちゃんの手料理？やった！あんまり期待しないでよ。ただの唐揚げだし。唐揚げ大好き。揚げたて最高。それにニコちゃんのお家にお泊まりだし、なんだかワクワクしちゃう。ココロたちもカナンに会えるのをすっごく楽しみにしてたわよ。私もだよ。よし、今日は頑張るぞ。3人に星のいいところいっぱい知ってもらおう。